こんにちは、タコです。今回は平本蓮がジョビンさんに P 外予告した件やジョビンさんが起こした不祥事の闇についてまとめました。ではどうぞ。2023年11月25日、ジョビンさんはブレイキングダウン10を観戦し、 YouTube に感想動画を投稿しツイートします。その動画のサムネイルには横田和則さん主催の K クラン所属メンバーの名前が載っていました。するとその中の一人で伊沢聖華選手の夫であるコロ選手が、お前喧嘩売ってる?とジョビンさんにリプシー口論になります。練習であれだけ俺にボコボコにされてたのに、お前って言い方はひどくない?格闘技は四流やし、人気なさすぎて世の中にイライラするのもわかるんやけど、などと返信し、それを見た平本蓮が反応、普通に性格悪いし黙れよ、あがきたいなら現役やれよ、気持ち悪いんだよお前いつも、生意気なこと言ったら不倫のネタいじるから気をつけろやジョビン、ムカつくならいつでも来いよ、ピーしてやるから、と苦言というかピー外予告をします。多分深酒していますね。じゃあとりあえずスパーリングしようぜと、ジョビンさんがスパーリングを提案すると、素手でやろうぜ、何でもありなと返信。素手の何でもありということは俗に言うノーアリルールということでしょうか。そして、格闘技界と関係ない人間で一番ピーしたい人間第1位ジョビン、理由クソキメーから社会的にピーしようかなと、なぜか K クランに関係ない平本蓮がブチギレからのピー外予告、そしてジョビンさんに DM を送ります。明日時間空けろよ、夜な、場所押さえとくわ、動画はなしな、本気だからな、電話番号送って、見てんだろ。明日は無理、年内にやろう。明日来いよ、お前と違って格闘家として年末忙しいから明日な、金もねえんだから時間しかねえだろ、明日じゃないならインターフォン含め面白いツイートするから楽しみにしとけ。明日細川バレンタインと撮影が夕方あって、その後マッハさんと一日店長あんの、来週以降にして。ちなみに素手は嫌、普通のスパーリングなら来週以降なら。黙ってやれよ。スパーリングはするけど明日以降電話しよう、といういざこざがありました。このインターフォンの件を説明すると、ジョビンさんは以前不倫相手の A 子さんがいました。すると不倫相手の夫が A 子さんの不倫を疑うようになり、マンションのインターフォンの録画を見るとジョビンさんが映っていたので、夫はジョビンさんに電話し問い詰め、その後何があったかわかりませんが、ジョビンさんが A 子さんの夫を暴行したということがあったそうです。この件についてジョビンさんは否定しているので真偽は不明です。この件について平本蓮は2022年3月にツイート、とある元ディープ王者が人妻と不倫して旦那にバレてキレられた時に逆上して格闘技素人の旦那ぶっ飛ばして顔骨折させた話ならできるかも。そして、暴露とか見たくないですとか謎の意見来るけど、俺はまだ名前すら出してないぞ、好き勝手俺のことあることないことを事実のように散々悪く語って再生数稼ぐようなやつに同情なんてしないでしょ、俺も聞いた話忖度なしで話してるだけなんだけどな。この好き勝手俺のことあることないこと事実のように悪く語ってというのは、平本蓮が練習に行っても他の人とはやらずに弟ばっか練習していると言ったジョビンさんの発言ではないかと SNS では憶測が立っていました。ジョビンさんは平本蓮が MMA 転向してからずっと YouTube や SNS で応援しており、萩原恭平戦の後には、平本蓮選手物事の考え方とかマジで勉強になると一緒に飲んだことをツイートしていますが、忖度せずに憶測で語っていたら嫌われてしまったようです。また今年の8月には、今格闘技界隈で一番キモくて吐き気を催すやつって安保三兄弟よりも自分の知名度とガールズバーの売り上げを上げたいがために朝倉未来に一生媚び売り続けてるジョビンで完全決定だろ。自分のガルバになんとか朝倉信者を呼んで売り上げを上げたいから、あいつは忖度してるだけなの、信者くんたち気づいてくれ。ジョビン含めブレイキングダウンのやつらが複数で所沢の体操をいじってるのを見てられない、学校のいじめ見てる気分と、平本蓮は吐き気を催すほど嫌いだそうです。ちなみにジョビンさんはほとんどの女子格選手に嫌われていると本人が語っていました。またスダリオツルス選手も2021年には一緒に練習をしたツイートをしていますが、スダリオ選手はインスタライブで、ジョビンは自分の目に触れたくないのでブロックしていると言われていました。嫌われる才能は人一倍あるのかもしれません。そして青木真也選手も参戦。ジョビンさんが、今の時代はファイターも SNS を絶対頑張るべき、アピールもどんどんした方がいい、人気のない奴は格闘家に必要なのは強さだけっていう、逆に人気あって弱い奴は格闘家は強さが全てじゃないっていう、などと持論を述べると、才能あったのに格闘技をやりきれずに逃げた起点が垂れる公爵に何の価値もないと思うのですが、どうなのでしょうかと痛烈なカウンターを放ちます。今でも現役を続けている青木さんのことは心から尊敬してますが、現役選手以外も格闘技を語っていいと僕は思っていますし、自分が格闘技から逃げたという認識は全くないです。いろんな形があります。僕は僕の格闘技の道をやりきります。青木さんの次戦も楽しみにしていますと、普段は忖度しないと公言しているジョビンさんへ、忖度ありがとうと強烈な皮肉をかましました。またロードトゥー UFC で大沢健二さんの所属ジムの選手でブラックラーの風間俊臣選手が中村凛也選手と打ち合いをし KO 負けをしたことについて、ジョビンさんは、ブラックラーは打ち合う必要は一切ない、打ち合う距離じゃないとテイクダウン取れないって、そもそも MMA のタックルのやり方を勘違いしてると思うとつぶやくと、大沢健二さんが反応、
世界のトップどころで打撃出さないで組んで勝ってる選手いないでしょ。ああ、いくらムカついてもここに座ったらダメなんですよ。ウークラミレになっちゃうよ。と大沢さんに注意します。そして松本幸一郎さんの犬も食わないよた話とこきおろしノートを投稿。大沢健二さんも鼻が利く人だから、普段であればジョビンさんには触れないだろうし、ジョビンさんに触れていいことは何一つなく、ジョビンさんが認める部分を探すのが難しい方なのは理解してるはずなのですが、自身のチーム所属選手が悔しい負け方をすると、感情が自己中退になっているあたりは、大沢健二さんの選手にかける真剣な思いが伝わってきて、僕は好感が持てました。それでも、ジョビンにまともにムカついたらダメだろうと思います。いくら精神が乱れても、うんこを食べたり触ったりしないのと同じです。まあ、それはそれとして。と、いくら精神が乱れても、うんこは食べない、という凄まじいパンチラインを繰り出しました。さらに、ポッドキャストで、三浦貴弘さんと対談し、ジョビンとは絶対絡んじゃダメ。ジョビンは四流。だから絶対絡まない。あれはインターネットのうんこ。あれに触ったり、あれに感情を揺らがした瞬間に負け。現役時代格闘技は天才だった。けど、怠惰だからダメになった。怠惰で欲に弱い。と、青木選手もジョビンさんが現役中は一緒に練習し、ツイッターで頻繁に絡んでいましたが、うんこ扱いされるようになったみたいです。柴田さんも YouTube ライブで視聴者にジョビンさんについて聞かれ、何も思わない。底辺 YouTuber だと思う。MMA でも何の実績も残してないし、YouTuber としても少しも数字を持ってないし、雑魚。相手にする価値がない雑魚。と言っていました。ひどい言われようですね。そんなジョビンさんは大勢のファイターや格闘技ファンから嫌われていますが、それ以上にプロゲーム業界ではもっと嫌われているらしく、プロゲーマー時代のクズエピソードがたくさんあるらしいのですが、最も大きな事件は所属していた吉本ゲーミングからの除名騒動です。ジョビンさんの経歴を簡単に説明すると、1986年に徳島県に生まれ、高校卒業後芸人を目指し吉本の NSC へ入学しながら MMA のジムへ通うと、そのジムで芸人の八木真澄さんと出会い、その縁で今田浩二さんに紹介され、今田道場に所属し、その後プロデビュー。2010年に大塚貴文選手を破り、リーグフェザー級王者になります。そしてその頃は日本格闘技冬の時代と呼ばれていた時代で、2011年に格闘技を引退し、センターマイクというコンビで芸人になります。2018年からは吉本ゲーミングのプロゲーマーとして活動。しかし2021年に事件は起きます。ジョビンさんは他の2名のプロゲーマーとゲームをし、負けた人が罰ゲームをすることになりました。罰ゲームの内容は女性配信者のメメムさんの配信を荒らすというもので、それが炎上。罰ゲームを行った人は謝罪を受け入れてもらいましたが、メメムさんはジョビンさんからの謝罪が誠実なものでないと激怒します。その後吉本ゲーミングは罰ゲームに関わったジョビンさんのみを除名し、声明を出します。その声明には、今回の件とは別に加入当初より繰り返される不適切な行為及びチームへの配信行為を重く受け止め、吉本ゲーミングからの除名という判断をいたしましたとあり、加入当初より不適切な行為があったと書かれています。ジョビンさんと付き合いのある梅原さんという格ゲー界のレジェンドの方の発言をいくつかまとめると、あの罰ゲームを考えたのはジョビンで間違いないと思う。ジョビンはそういうのがダメだというのがわからない人間。自分がずれてるって感覚を持たないとダメ。あれは普通の人には全然面白くないし、人に迷惑をかけているんだからすぐに謝るべきで、それができないのが問題。ジョビンは世間一般でいうクズであることは疑いようがない、と発言されていました。プロゲーマーをクビになり、そんなこんなで現在は格闘技好きが集まるガールズバー、アンディを経営し、YouTuber として活動しています。今回の動画いかがでしたか？皆さんはジョビンさんのことが好きですか？嫌いですか？コメント欄で教えてください。話は変わりますが、過去の見解がアンポルギア選手の X で紹介されました。動画でいつもアンポ選手をキャンピングカーに乗せていじっていたんですが、さすがアンポ選手寛大だなと思いました。さすが義理人情の男ですね。当チャンネルでは今回の件を踏まえ、アンポ選手をいじり倒したことについて謝罪と受け入れてくれたことへ感謝の気持ちを込めて、今後はもっとキャンピングカーに乗せていこうと思います。そしてアンポ選手の紹介でチャンネル登録してくれた方に当チャンネルの説明をすると、青木真也選手のモノマネを主軸に置き、格闘家が起こした事件や失言をもとに自らの行いを見直そうというコンセプトのもとに運営している超教育的モノマネ格闘技アニメチャンネルです。そして格闘家の黒歴史を晒すとともに、過去自らの黒歴史も晒していくフェアトレードな仕組みになっています。それで告知ですが、過去の黒歴史総集編ボリューム2のプレミア公開日が決まりました。2023年12月23日土曜日、クリスマスイブの前日、夜8時から40分ほどの動画になると思います。聖なる夜の前々日ですが、予定を空けて全裸待機でお願いします。皆さんチャットで盛り上がっていきましょう。じゃあご視聴ありがとうございました。